1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11、11、11、11、11？ あれ？ 14 式竹筒銃なのに 11？11 式や。はい、お待ちしました。雑踏マーケット縄張りバトルよろしくお願いします。で今回ですね、14発、もともと14発撃てた14式竹筒銃ってのが、アップデートでインク消費がね、多くなってしまって、14発じゃなくて、さっき調べたんですけど、11発、なぜか11発しか撃てなくなってしまいました。なので、名前も14式じゃなくて11式に変えた方がいいと思うんですけど、皆さんどう思いますか？僕はどっちでもいいと思います。ぶっちゃけもうそんな14式竹なんてそもそも名前を覚えてなかったからね。ないスキル。このチャージャーには丸ミサ打っておいて。お、なんかまた襲われてる。来ないで。来ないで。そう、もともと竹という名前でしかね、俺はね、覚えていなかったから。やべえな。あれ、長いブラシやだな。おー、当たったら倒したよ。相手インク踏んでたのかな？撃てなくなったって言ってもさ、メインインク 1.0 つけてるんですよな。あんま変わんない気がする、俺。今までのギア使ったら変わんない気がするんだよね。ただ強いもん、抑えが強い。竹。縄張りバトルの竹は結構強いと思う。おお、待って、マジか。一発当てるだけで倒せる。楽々だよ、楽々本。すげえ楽。楽天カードマン。は、関係ないね。はい。OK。で、今のは、つまんなかったので、全然忘れてください。聞かなかったことで流しておいてください。時々、いや、ま、時々、しょっちゅう、よくわからないこと言ってしまう。言葉に詰まった時は特に。うおー、チャージャー来てた、おめえ。戦恐怖症の俺は、ちょっとチャージャー苦手ですね。ま、ちなみに、チャージャーも使ってるんですけど、なんか全然当たんないんだけど、ジャンプされると当たりづらいな。左は大丈夫そうだ。かわいそうな相手出てこれなくなっちゃって。竹ね、めっちゃ気持ちいい。音が気持ちいいよね。何が気持ちいいかっていうと、あと一発で敵を倒した時の爽快感もすごい気持ちいい。おいおいなんかおお、お、チャージャーに撃ったろ。うわぁ、やべえなこれ。普通にかわいそうだな。はい。ちょっと、はい。あ、はいはい、それ。リスキーになっちゃった。リスキーになっちゃった。おーっと。まあ、相手の射程長いのもね、警戒しとかないと。みんなね、前に行ってくれるから、すごく叩きやすいや。これはちょっと竹の強み出ちゃったな。ナイスナイス。おっと、怖い。え、アシスト入ってるカーリングボムかな？これさ、抑えるだけでいいんだよ。はい。はい。はい。おい。おい。あ、おい。強い。あれ？これ弱体化来てた？普通に強いんだけど、一角だからもう変わんないし。ザトマや、ザトマ。ザトウクジラマーケットよ。大きいって意味を。ザトウって最初ね、わかんなかったけどね。たまたまね、動物図鑑見てザトウクジラがいることに気づき。なぜ俺は動物図鑑を見たんだろう。当時ね、このステージが出たての頃ね、動物図鑑見ました。よくわかんない自分でも。びっくりだ。でも動物園とか結構好きで、あ、やった、キルになった。一人でね、動物園行ったりするんですけど、まあ、水族館も行きますね。最近趣味が欲しくて、まあ、趣味結構多趣味なんですけど、さらにもっと欲しくて一人で散歩とか行ってるんですよ。潮干狩りも行ったしな。何でもできちゃう、もう一人で。大人ってすごい。ナイス。もう大人ってすごいよ、大人って。何歳からが大人なんだ？ 18 ぐらいか？ 20 か？
精神年齢かな。精神年齢は大人だったら13歳ぐらいの頃から大人の子とかいるからね。俺子供の頃、ちっちゃい頃は、もう精神年齢低すぎて、このコロコロローラー、このコロコロローラーちゃんみたいに、コロコロしてたからね、人生。もう、こういう、あっち行ったりこっち行ったりなんかコロコロ意見が変わってたんですよ。だからコロコロローラーって言いました。全くスプラトゥーンとは関係ないんですけど、オッケー。あ、ちょっとこれ無理。ありがとう。ウェイ。すげえわ、この武器。無駄話してて。ただ撃ってるだけで、ちょっと脳死なんだよな。最近スプラトゥーンを考えてないんだよ。絶対考え、いや、この子コロコロローラーなんだけど。狙ってる、もしかして。あ、引かれてる。うちの子引かれた。待って。んー、待って。いや、初心者じゃないんだよ。なんかコロコロしてる。ナイス。お、来るか？戻ったか？ほい。すげえ。おお、危ねえ。やばくない？一発で。おい。ちょっと待って、これ。強すぎるって。竹弱体化してないって。ザトマだからってのもあるかもな。ここは届かないか。さすがに届かない。ちょっとマルチミサイル貯めよっか。わー、コロコロしてるよ。しちゃってるよ、コロコロ。はい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 。最後、丸ミサ撃っちゃおう、もう。ほい。なんか、ここまで、無慈悲だと、竹使っててすげえ申し訳なくなってくるよね。言えない。言えなかった。申し訳わけない。出てこない。でもピンチついてたから勝ちや。ありがとうございました。弱体化。弱体化つけたのか。マジで。はい、抹茶消しました。ムツゴロウのナーバリバトルです。よろしくお願いします。ついに、ザトウマーケットではなくなりました。ザトウクジラではなく、ムツゴロウ。まあ、ムツゴロウは、動物図鑑では見たことないんですけど、普通に、水辺の生物として俺は知ってます。人じゃないです。人間でもムツゴロウさんでちょっと聞いたことある人もいるかもしれませんが。あれ？ナイス。なんか味方にナイスされて、ちょっと気持ちかったので。一回、まあ、あれ見せておきましょう。これさ、俺塗ってるけどいいかな？メイン性能つけてんならキルした方がいいかもだけど。竹さ結構塗れるよね。普通強いよね。楽しいんだけど。ナイス玉頑張れ。行ってこい。さあ、俺が助けに来たぞ。ほい。助け来たぞ。助け来たぞ、来たぞ。ここいるぞ。そっちか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。お、上いるね。降りてくるか？降りてきたー！オッケー、マルチミサイルが倒してくれた。あらかじめマルチミサイル。ほい。うん、上にローラー行ったな。どうしよう。助け行った方がいいか。でも上のお風呂めんどくさそう。あそこ風呂いるのか。降りなさそうだな。ずっといるね。返した。ああ、大丈夫か？なんかコロコロしてる。またコロコロしてるよ。みんなローラーコロコロしてる。今いたね。こっちかな？こっちか。これ、おびき寄せよ。あ、いやいやいや。オッケー、さっきとなんか、デジャブだな。上これ大丈夫か？あ、風呂が全然悪くない。うわっ、危ねえ。どうすんの？あ、痛い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 。危ねえ。事故る。危ない危ない。まあ、竹は強いから。一発当てるだけいいんだけど。なんかここ俺、引かれちゃった。ナイス。コロコロ。しかも、バリアブルかい。まあ、いや、ちょうどいい、ちょうどいい。上の、倒したお風呂。風呂一回も降りてないんじゃない？戦場に赴いてないでしょ。はい。戦闘機の中にいる人じゃん、ずっと。痛い。神風特攻隊がいた。
降りないとね、スプラトゥーンじゃないぞあれ。でもスプラトゥーンなのかな。俺も今度やろう。まあどうせ上だろ。ほらずっと上いるよ。ずっと上いる。降りてきて戦おう。一緒戦おう。あ、今当たったのに。あー、綺麗なんだ、持ってない。勝ったんじゃないですか。微妙いな。あー、ありがとうございました。ナイス。